スノーマン、ソレスノ、ゴールデン帯の限界感、メグロハス&ラウール頼みのスカスカ SP。深刻なメンバー付け問題で路線変更を必した7月21日に放送されたスノーマンの冠番組、ソレスノーマンにやらせてください。TBS 系で、メグロハス26、トラウル20の仲良しエピソードがファンの間でエモいと話題になっている。21日放送回は、そこのスノーマン見つけてくださいと題して前回放送された2時間スペシャルの未公開特別編。スノーマンの9人が変装して東京都内に出没し、一般人に正体がバレたら即アウトというルールの中、それぞれに課せられた無茶ぶりミッションに挑戦するというロケ企画で、ゴールである豊洲をバーベキュー場を目指した。豊島区に出没したラウルは、巣鴨商店街に移動する車中でスタッフにロケ前日の誕生日、6月27日について問われると、仕事が夜12時ぐらいに終わった後、目黒の家に行ったと明かした。そして、美味しい寿司を取ってくれ、シャンパンで乾杯すると、二人でこれまでのことを振り返ったとし、最高の夜だったと語った。しかし、ラウールはツイッターで彼の出没情報を見たという、女性ファンに声をかけられて会うと、バーベキューを食べられないルールだったが、バーベキュー場ではバレずにゴールした目黒がこっそり食べさせていて、岩本光、30、に突っ込まれる場面も。目黒は、ラウールが可愛い目をしていたからと、ルールを破った言い訳をしていた。メメラウ、コンビのエピソードに対し、ツイッター上では、地上波でメメカでラウのお祝いした話を聞けたの。極上の幸せ。このロケ、その翌日の28日っていうのも、エモエモ、メメがラウに食べさせた理由を受けて、ヒー君が、まあ昨日誕生日だったしねって、末っ子二人に甘えすぎない。ありがとうなど、視聴者から多くの反響があった。ファンにしかアピールできていない問題。メメランは好評でしたが、未公開映像で無理やり作った感じは否めませんでしたね。メンバーを捜索する、探しーマンこと、トレンディエンジェルの斎藤司、44、と、3時のヒロイン、かなで、31、のシーンが多く、メメランエピソードを入れてきたのも、それをカバーする狙いがあったんでしょう。ファンは喜んでいましたが、内容自体の薄さは否めず、ファン以外にもアピールしたいゴールデン枠としては先行きが心配ですね。今回やゴールデン枠初回のダンス企画のように9人が揃った場合は、必ず未公開特番をやっているが、要するに新規収録をする時間がないのだろう。全員が売れっ子だけに、9人全員のスケジュールを確保するのが難しいのだ。結果、今回のような薄い放送回ができてしまう。冠番組なのだから、9人揃ってのロケ企画をやりたいようですし、ファンからも求められていますが、現実はなかなか難しそうです。5月放送の2時間スペシャルで、浅田真央、32、がチャレンジ企画に登場したように、メンバーだけでなく、ゲストがメインのロケ企画など、思い切った路線の変更を考える必要があるかもしれませんね。初の全国ドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023 ILME、4都市全10公演も終わり、少しはスケジュールに余裕ができそうだ。これからの、それスノの充実に期待したい。スノーマンメグロハス、愛が溢れてる。ツアーで見せたオーラ半端ない笑顔。スノーマンはツアーも成功させ、今ではジャニーズ事務所を背負って立つ存在にまでなった。